絶対的に足りませんパワー持続力来年期はいいですね。ダブル内燃機でパワフルに作業。スバル製の4ストロークのサウンドが快感です。最低でもね払いたいものですけど、なかなかね、なかなか大変でございますね。でもこうやることでやっぱり空気がね浄化されていきます。空気が浄化されていきます。できなかったです。市販車にはできなかった、ね。レーシングカーには出てたんですけどね、市販車にはできなかった。まあ、そしてこれでもレガシーでもできなかったんですが、やっぱり WRC に出ていたというそのそういうエンジン、レーシングエンジンを作ってたラインのねエンジニアの、まあ、プライドがああいうバランスエンジンを、まあ、作って、最後は市販車の普通のSA じゃなく、まあ、SA は SA なんですけど、そのコンプリート化じゃなくてもですね、コンプリートじゃなくても桐生工業の中にラインができてからほぼ、バランス電池と同じ、ね、レベルの効率の、ね製品になってます、左は FA に、右は UCA に生まれる、それぞれもう今は作れない、今は作れない SAI の魂がみなぎったので、残念ですがね、今は作れなくなりました。これが時代の流れというのです、ああいうのを狂気のサウンドと言いますけど、狂気のサウンドです。まあ何の変哲もない車なんですけど、もう一度見つけるなよ。
レガシーのツインターボ、2.5 リットルのツインターボ、ツインクローズですね、ツインクローズターボ、SPI の排気系、吸排気が入ってますので、インプレッションの A ラインのクローズとは違います。これはバランスエンジンじゃないですね、バランスエンジンじゃないです、そしてまあこの時代に S は作れないとね、 R で終わるのかと、R で終わっちゃうのかと思ってたら、やっぱりセダンボディになって、S が出てきます、ここがねポイントですね。で、まあ一番重要なのは、まあ、ボディの機関構造まで変えていくべきです。これはカーボンルーフと思ってます、ね、このシリーズでねカーボンルーフチャレンジしてね、5ドアハッチで、提案してたんですけども、5ドアハッチではやっぱりトランクがないとね位置にはならないんですね。ご税合成が違いますから。で、この206が生まれて、ちょうどこれはニュールでねクラス優勝したという、そういうチャンピオンカーでもあります。S206、 このバランスエンジンも、まあ最後のすごいやつですね。やっぱりさっき久しぶりに火を入れてバランスドエンジンっていうものをですね、久しぶりに少しの間こう動かすだけで違ってですね、いやもうクラッチをもうミートする感覚が違います。なぜかというと、エンジン回転がですねワンとかじゃない、ブーン、本当にもう自由自在にこの好きな回転のところにポッと持っていけるので、アクセルを開けた時にですね、だからクラッチミートがすごくやりやすい。まあね、すごいことをやってたんだなと思います。まあバランスを取るっていうね、エンジンのバランスを取るということなんですけども、まあ今、まあ、こちらのエンジンではそのバランスを取るということはやってないですし、まあやってもこれは先代の WRX の最後に出てきた本当にこれ久しぶりのコンプリートだったんですけど、よくできてましてね、でよくできてて、まあ出力は触れないんですけど、まあ、式位置を下げることによって、これまでとは違う走りを、まあ、具現化してるんですが、ここまでしかもう今、ねできない、ね、もうエンジン、もちろんエンジンに昔のように簡単に触らずにいきませんので、まあメーカーがねちゃんと作ってくれないと STI もうどうしようもないわけで、でじゃあスバルが悪いのかというとそのわけじゃなくて、国の政策ですね、まあ、国の政策で、カフェ規制というのがありますので、まあ、燃費規制をかけられてしまったものですから、まあ、燃費の悪い車を作ると全体の総量を規制されてしまうんで、まあ、トヨタさんのようにね、ストロングハイブリッドをたくさん作ってる会社は今何でもやりたい放題ですよね、余裕がありますのでね。ところがスバルはバッテリーカーたくさん売らないと、 VAB をたくさん売らないともうこういう車作れないということなんですね。ですから、まあ、VAB がこの後たくさん売れればまたこれが作れると、ね、で、まあ、軽自動車もこんな車あるわけないんですよ本当はね。これ実はスーパーチャージャー乗っててですね、この時代だからこんな面白い車作れたんですけども、富士重工、当時のね富士重工では作れないので、全部これは高田工業さんです。この T は T トップの T って言ってるんですけど、高田工業のプライドでしょうね。これはもう全て高田工業さんが作って、スバルにはオープンカーを作る土壌がないし、オープンカー作るの怖いんで、まあ、絶対やらないと、昔懲りたんでしょうねサブロクでね絶対に、車内ではね作らない。まあその代わりこういう優れたですね、まあ諸先輩方が作られたこういう優れた車が
スバルのあったのでね、で今、まあ、こういう車を作るエンジニアがスバルの中で、こう訓上されていってエンジニアがねずっと続いてきて、今でもやる実力はあるんですけれども、やる実力は あるんですが、まあやらせてもらえないし、売れる車はどっちかというとこれです、ね、今は SUV が売れますので、何もその一つかのね、人がいない、ね、納期も大変だと、ね、納期も大変だ、次世代型の電気自動車もやらなきゃいけないっていう時に ね、やっぱりこれを主体にしてやっていって、まあ一部の特定のお客様が確かに喜ぶんだけれども、本当はスバルの魂は一番ここに生きると思うんですけど、ここに生きると思うんですが、これは今はもう封印せざるを得ないというのはね、あ、実情ですね、実情ですし、そうじゃないと困りますよね。いくらアメリカでね、あの STA がうんうんと言ってもですね、圧倒的に売れるのは SUV ですから、まあそこでね、今のまあ人がいない、働かせてもらえないですよ、働かせてもらえない、働きたくたって働かせてもらえない、でもちろんそうやって骨を抜いていくとですね、働かない体になっちゃいますからね。だからまあまたこれがね、きちんと残っているところは、まあ素晴らしいなと思うわけですね。なんで素晴らしいなと思うかというと、あの確かにエンジン出力そのものはエンジン出力そのものはあの目立たないエンジン出力なんですけど、あのそれでは語れないいろんな良さを持ってまして、例えばそのこの骨格ですね、このインナーフレーム構造、ね、ここのやっぱり剛性がものすごく高いので、もう走らせた質感っていうのは、まあ、欧州車に近いものがどんどんできてきてて、まあ、例えば先ほど奥で見てもらったVAB とかああいう車になりますよね。あのあれも相当質感高いんですよ、あの TS はね。で、実際、失礼、S シャープですね、 S シャープはどうしてもね潜在意識に正直なんで、ごめんなさいね、正直なんでね、まあ、要するに TS なんですよね、TS なんですけど、まあ、国内ではCVT 一択となるんですけど、その CVT 一択をネガティブなあの気持ちにさせない、それだけ の、 あの努力は十分されてて、まあ、このミッションの非常に質感が高くなっている、変速の雰囲気ですとか、この発進する時の雰囲気だとか、ものすごくいいです。でそれをそんなにあのお高い金額ではなくて、買っていただけるようになっているので、まあ、そこがね、すごいなというふうに思います。で、じゃあこの車をコンプリートカーにして、すごく楽しいのかって言ったら多分楽しくないと思います。でなぜかって言ったら素の状態が良すぎるの でこれを、まあ、ちょっと敷地を高めるぐらいの内容でやっても限界っていうか、まあ、当然ですね、あのやれることがもう限られてるので、極論するとこのまま乗ってる方が、要するに下手に重い車にするよりもそのまま乗ってる方が、あのいいなって思うのは、だってこれ今ちょっと上がりましたけど360万ぐらいなんですよね、税別で。それめちゃくちゃ安いですよ、これお値打ちだと思います。今日実はあの、まあ、中古車組合の職員の人が、まあ、うちいつも定期的に来るもんですから、どう景気は今月付けかっていう、彼一番よく状況知ってますからね、うん、そうか、だってですよって向こうからね、だってですよって言うから、うん、どうしたのって言ったら、だって僕あの暮れにみんなと飲んでる時に久しぶりに同級生と会ってお酒飲んでて、まあ、車買ったって話になったんで、で、
何買ったのって言ったら、ノアを買った。で、じゃあちょ聞いてください、ノア買ったっていくら払ったって言ってると思いますって言うから、いや、いくらぐらいなの、500万ですよ、500万超えたって言ってますって言って、なんでノアに500万円も払うんだと思ったら、もう僕も車を買うのはもうこれはもう当面無理だなと思った。で、ね、売り止めかけちゃったベルファイアとかね、売りたくても売れないってね、田中さん言ってましたけどね、あの愛知トヨタの、あの彼家に、今のね、その中古車組合の彼家にはベルファイアは800万円以上するって言うんですよ。え、そうなの、今そんなに高いの。まあうちだとね、一番高いのが今アウトバックですよね。で、まあ、これなんかもそうなんでしょうけど、そう考えた時に、あの全体の車の価格が上がってるんで、やっぱり価格戦略をこう、メーカーがね、メーカーが絶対に売れるように価格戦略を立ててた場合だと、まあ、ああいうね、値付けになって、まずはね、話題作りが大事じゃないですか。で、話題作りが大事で、で、話題作りの中でですね、やっぱりそのもうトップをこうビューンって抜きんでる車がないと、こっちを向いてもらえないのでね。だからもう、こう今の例えば STA から出てくる車、まあ、平岡社長も高須さんもあんまり元気がなかったんですね、この間。ああ、なるほどと。もう話すことがないんですね。要するにメーカーがもう、完全にサブラインブランドとして、あの STI はもう完全にサブラインブランドです。大事なですね、一つのこのブランドなんですね。ですから壊さないように上手にレースだけをきちっとやって、でお客さんの期待を裏切らないものを割安には出すんですけど、あの昔のようにですね、一か八かみたいなエースは出してこないです。これ外れたら誰が責任取るのみたいなやつはですね、やらないということなんですよね。やれない。で、その暇があったらちゃんとスバルから言われた仕事の開発をやったり、まあ、今だと電動車やらなきゃいけないんですよね。電動車やらなきゃいけないし、先を見るとだってもう発車しだすって言ってるんですから、先行開発しなきゃいけないじゃないですか。電動車やらなきゃいけないし、レースをやりなさい、売れるっていうことが大事なので、価格の冒険もできないですよね。ですから価格の冒険ができないのでね、逆に言えば1年経っても、まあ、あのオイルしか変わらないわけで、でそういう、逆に言えばそういう、あの高級車としての成り立ちっていうのはもう限定車で出していけばいい、これはもう僕も承知しました。それで OK です。ただここから先にこの車をもう少しやっぱりいろんな人に乗ってもらおうとすると、あの作り方だけでは不十分で、もう少し簡素で質素なやつがあってもいいような気がします。でそれがどうして売れないのかっていうところですよね。なんで売れないのか、まあ、一つにはマニュアルトランスミッションがないからだっていうのは言い訳に過ぎなくて、言い訳というかその横から口出してるのに過ぎなくて、まあ、仮に5速、ま、6速のマニュアルがあったところで瞬間的にポロッと売れるんでしょうけども、ずっと売れませんね。最近のそのやっぱり自動車っていうのは、あの僕ら昭和の人間なので野望だとか、ね、
周年だとかね、超ド級だとかですね、死後ですよ、死後、ね、そんなんじゃないです。今はいかにさらりとあの、スマートに、ね、そして汗かかずに、ね、余分な汗、フィジカルに、ね、何か自分の体をフィジカルにやるんなら汗かくけど、女車の中でむさ苦しい汗はかかない、もっとスマートにクレバーにね、行くっていう時代で、そんなね、あの戦闘力がとかね、なラリーやってるわけじゃないし、ぶっ飛ばせないし、何言ってんのおじさんっていうもんですからねですから、あのそのこうそんなのを作ってもメインストリームに上がってくれるわけないわけですけど、だけどですね、あの電動車は飽きるんですよ、間違いなく飽きます。で飽きる理由はもう簡単ですよね、生きてないからですよね。で、そのじゃあこれが生きてるかって言ったら生きてないんですけど、呼吸してるのでね、で呼吸してるしね、ビートがあるわけですよ。でそのそういう部分をね、あの知ってるし感じる人っていうのは年関係なくいらっしゃるので、年関係なくいらっしゃるんですよ、ね、だからあの同じようにロボットの犬を去年のモビリティショーで見ましたけども、買う人は確かにいるだろうけど、あの飽きるだろうなとどうしても思っちゃうんですね。飽きますよね、プログラムだけでは。あのどうしてもね、どこかが違うね。で、もう可愛いし面白いんだけど、面白いねで済んじゃって、うわ欲しいなとそこまでいかないんですね。この辺りがですね、この来ての車のいくらそのちょっと一回り大きくなって、昔のインプレッサの大きさがなくなったと言ってもですね、これだけのその質感の高さが、このベースグレードでこんな質感の高さがあるんですよ。でこの質感の高さをあのコンプライアンスをね、かかるのことをやっちゃダメなんですけども、あのいらないものも結構あるんですよ。でいらないものも結構あるのをたまには限定で出したら、まあ、取り払ってね、それを安全装備とかそういうところじゃなくて、いらないものを取り払って、あのそうお金いただかずにね、まあ、儲からないかもしれないけど、ね、それは商売だから、ね、色もそんな選べなくていいから、ああ、やっとスパルタンだなと、ね、言えるのをですね、出すと面白いと思います。で最近はもうあの、後方安全とか視界拡張とか、あのそういうものがないと売れないと、ね、そういうものがない車はもう買わないという人もいらっしゃるようですのでね、それはそれでいいんですけど、そうじゃない人もいらっしゃるわけでね、でそうじゃない人にはあの売れるわけなので、ちゃんとリサーチをして、そういう車を出したらどれぐらいの人が買うのかなって、計算して出していかないと、あの今度ですね、それをですね、使ったSTI もコンクリートが作れなくなっちゃうんですよね。エンジン出力とかそんなのは変えなくていいので、まあ、なるべく軽くスパルタンにかつこの操作系ですよね、この物理スイッチを入れてほしいですね。で物理スイッチをちゃんと入れて、こう走りながらドライバーがですね、さっと視線を打たずに空調なんかはコントロールできるように欲しいと思います。あとは買った人が考えるんですね。で昔からですね、そういう RA とかですね、 R とかっていうのはスバル売るのが、カタログモデルで売るのがすっごい下手なんですよ。で下手なんですけど、時代が違うので、昔のようにマス広告をやって、ね、マス広告に金かけて、ね、売ろうって、そういう仕掛けって無理じゃないですか。でもスパルはそういうコミュニティの作り方がとても上手いので、あのそういうところとか、まあ、僕もですね、軽くて面白い WRX を作るっていうなら
ね、アルミのパーツをたくさん使うとか、ね、カーボン使うと高いんで、ね、でもこの間排気カーボンを使った、ね、スペシャルカーボンを使ったあの提案なんかもあって、ああいうのもいいと思いますよね。でもね、逆に言うとカーボンのね、あの余剰品でね、自動車の要するにステチャンカーボンで余剰品ができるほど、あの飛行機の部材で破材が出るのも問題なんですよね。そんな破材が出るほどね、作っちゃいけないんですね、ロスをね。これ面白い話があるんです、ね、面白い話が、まあ、昔はですよ、もう昔はあの中津はクリキントン有名ですよね。でクリキントンであの地元の人しか食べれない名品があるって話になって、でそれは僕らもよくもらってたんです。あの昔はクリキントン煮るときにです、あの種を煮るときにですね、あの釜にですね、あのこびりつくんです、ね、こびりついて、取れなくなったやつを後でこそぎ落とすんですよ。でこのこそぎ落としたおこげの部分を、まあ口の悪い人はね、耳垢だなんて気持ち悪いこと言ってたらしい。僕は後でそれ聞いてびっくりしたんですけど、そんなことは誰も言わなくて、まあ、要するにクリキントンのおこげの部分なんですけど、まあ、それをあのもらってたんですよ。売り物にならないから、美味しいんですよ。だんだんそれが有名になっていって、あれ作ってる人がいるんです。作ってる人がいるんです。作ったやつ食べても美味しくないんですね。何が美味しくないかって言ったら、それは商品として作るから美味しくない。で、あの焦げついたやつは焦げてるから香ばしいし、バラバラの品質なんで、それともらってきて食べると、そのバラバラの品質がうまいわけですよ。ここがね、面白いですよね。で、それって言い換えると、そんなロスのある作り方をしてたら栗キントン高くなるし、ただでない栗が足りないのにダメでしょ。だから製法いろいろ貸し組合で考えて工夫したんでしょうね。今はそんな焦げつくなることはないって、ね、だから栗キントンの焦げが欲しいって言っても、出るお店があったとしたらよっぽど下手なお店なんでダメか、ダメですね。で、そこら辺のことと一緒で、まあカーボンパーツのね、あんな破材をね使ってレーシングカーぐらいならいいんでしょうけど、まあね、それを量産車に使うっていうのは難しいですね。まあでもそんないろんなですね、知恵と工夫を入れて、軽く作る分には何もコンプライアンス関係ないので、あの安全じゃない部分の安全に関わるんですよ。安全基準に関わる部分じゃない、あるいは性能ですね、機関性能に関わる部分じゃないところの、物を外したり、材質を変えたりするだけの形なので、あるいは輸出向けの安いやつですよね。シム設計値によっては安いのがあるはずだから、何も電動シートなんていらないので、そういうのをこう乗っけて安くしてくれて、そいつをちゃんと、なんでこういう車なのかっていうの、昔はディーラー行ってカタログをもらったりとかですね、あるいは自動車雑誌を読まないと分かんなかったんですけども、そこは今のいろんな、ね、僕らよりもうんと知恵のあるスバルの、ね、マーケティングの能力を使って、周知していくと、ね、そうするときっと面白い車ができるんじゃないかなということを、この車に乗ると本当に思います。だからまあ僕も商売なので、これもどなたかにいずれお譲りする、お譲りするんですけども、やっぱりそこがね、よく分かってらっしゃる方に長い間乗っていただきたいなと思うのが、このもう今入手することができないベースのね、悔しいですよね。外国にはね、これに TY75 の軽いミッションの乗ったやつがあるんですよ。でこれは日本では、まあ、売れないし、なんで売れないかというと STI の、 あのバッジをつけるところには至らないからですね。でエンジンもそのままだし、ね、何もね、だけどブレーキも今度新しくブレーン部分を作れるようになったし、アイサイトもつけるようになったし、ね、あれ日本で売るっていうのもありだなとは思うんですけどね。さあということで、ね、そういうその面白い戦略をしてくれると、またスバルからね、ちょっと離れてたよっていう、スバルからちょっと離れてたし、今戻したくてしょうがないんですよ、うん、余裕もできてきたし、何人もいますよ、うちのお客さんそうやって言う人が。でそのスバルに戻ってくるきっかけが何かね、欲しいなとね、思います。ということで今日はこれで終わります。